キコさんが日本学術振興会ブルネの前に入れてた2本立て公務をしていて不敬じゃないかと思ってしまったんですけども、合間が 3,4 時間ぐらいしかなかったので着物ですし準備時間がかかるわけですから、ブルネのお出迎えおまけみたいな感じに見えるんですね。聞く必要なかったんじゃないのかな。そこで加賀友禅っていう着物を着てアピールしてるんですね。加賀友禅は非常に高価な着物なんですよね。中古でも数十万ぐらいしますし、一流の職人だったら数百万から1000万 3DK から本当に出世しましたね。靴も自分で用意してたのね。加賀友禅は石川県に由来があるとはいえ紀子さんの私物ですので、審査アピールを利用したようにしか見えないですね。側近によりますと、とこの側近によりますとっていう言葉が重要ワードですね。紀子さんは能登半島地震の被災地をもって石川県の伝統工芸加賀友禅の淡い黄色の着物を選ばれたと。実は女性自身で裏話がありまして、紀子さん工作バレましたね、秋篠宮さんが言ってるんですけど、多くの若い世代の研究者が業績を上げていかれることは、その成果を享受する国民にとっても大変喜ばしいことと申せましょう。今後日本における学術の発展が今以上に進んでいくことを願っていますと述べられ、若き研究者たちのさらなる活躍に期待を寄せられたと。息子さんが不正入学をしようとしているにもかかわらずこんなことがよく吐けるなと思うんですが、受賞式後に開かれた記念茶会でご夫妻は受賞者と懇談をされたと。また紀子さんはこの日の装いにある思いを込められていたと。ここで女性自身の壮絶なる暴露が始まるわけです。謀反でしょうか。この日紀子さんは着物でお出ましになったんですけど、式典が始まる前に同行していた職員が取材陣のところへ来たらしいんですね。雲行きが怪しいですよ。記者さんなんてです。紀子さんにとったら困るですから、わざわざ職員をよこしている。当然ながらこの職員は紀子さんの細かな指示によって動いてるんでしょうね。今日秘殿下は加賀友禅の着物をお召しになっていますと伝えに来たと。能登半島地震への被災地を思われてのご選択だったとのことでした。これは驚きましたね。こういう風に書いてくださいと。あ、なので TBS ちゃんと書いてるわけですよ。命令に忠実ですね、宮内記者会は。側近によりますと、と紀子さんは能登半島地震の被災地の思いと。紀子さんがわざわざ職員まで使って指示された女性自身さんは非常に正直だなと思いました。他のメディア記者に職員さんが伝言を伝えに来たとか書いてないわけですね。バラしましたねってわけですよ。でこれにはコメント欄もいろいろ盛り上がってまして、同行していた職員が取材陣のところへ、今日秘殿下は加賀友禅の着物をお召しになっていたと伝えに来たんですと。今日の秘殿下の着物は加賀友禅ですって取材陣に伝えに行ったんですかと取材陣が聞いたから答えるとか、取材陣が気づいて記事にするもんじゃないのかなと。恥ずかしい。僕もそう思ってたんですよ。記者さんが聞いて、職員さんが答えて、側近によりますとって書かれたのかなって思うじゃないですか。逆なんですね。職員が来て、加賀友禅来てます。被災地を思ってのことです。書けよっていう話じゃないですか。返信で、話題になったどこからか連れてきた優秀な広報の方が夫婦の記載を書くよう必死になってますね。そうでしょうね。みてこさんの時代においては、都合が悪い記事を書かれたら、乗り込んでいくんですね。慎重に直々に抗議しに行くわけですよ。まあいろんなやり方があると思うんですね。慎重に来るということは他にも言ってるわけでしょ。まあ文章もかなり書いてますし、女性誌もかなり書いてるわけですから、都合の悪い記事は消してくれと持ち込んでるのかなって思います。今回は新たな申し込みだなっていう、こうやって持ち込んでくるのかって思いましたね。で、これ記事にするように、かっこ、微端仕立てでと言ってるようなもんですよねと。職員は言われた通りに伝えただけです。自己アピールであったことを書いてくれた記者さん、グッジョブと。謀反ですね。女性自身は表面的に有利なことも、まあ、メディコに有利なことも書くんです。これはグッジョブです。記者によるんでしょうね。最初の体調不良の発表もタイミング悪いし、被災者がまた通常の食事が取れない状況の時に、秘殿下は通常の食事が取れないと言ってしまうし、今度は被災者を思って、加賀友禅の着物をお召しになっているというし、職員が仕事ができなさすぎでしょと。これらの情報を流すことが宮妃にとっていいことだと思ってるんだったら、感覚ずれていると。しかしながら、それは職員の一存で動けるわけないんですよ。
あれほどまでのマイクロマネジメント不自由な日本語指示出されても全く意味わからないわけです。それはやめますよ。普通の上司とは違って権力ありそうに言い返せないですから、ご夫妻の指示なのかもしれないけども、それでもやめるべきだよねと。女性自身さんの静かなる反抗ですね、圧力をかけられても屈しないという記者さんの抵抗を感じました。着物が加賀友禅だとわざわざ取材陣に伝えるとは、被災地を利用して自分の株を上げようとしてるんでしょうか。その通りですよ。見る人が見ればわかるんでしょうから、黙っていればいいものを、これが美談になると思ったのならば、押し付けがましくて品がないし、相変わらずの浅知恵に呆れてしまいますと。で考えると、ここの問題でもあるじゃないですか。久人君聞いてます？登場人物の気持ちは何なのか、一番伝えたかったことは何なのか、この言葉を知ったら紀子さんのこの記事の中で一番伝えたいことは分かるかもしれませんね。側近によりますとっていう言葉です。これが紀子さん、秋篠宮さんが一番伝えたいことなんじゃないのかな。これ他でもやってますよね。結構な確率そうじゃないのかな。世間にプロパガンダしたいことだと思うんですよね。それを凝縮したのが側近によりますと。いろいろ探してみたんですよ、同じような表現。例えばこれですね。紀子さん数日前から一応に不調、体調を見ながら今後の予定を判断と。側近によると紀子さんは普段の食事が取れていないと。普段の食事が取れてないっていうのを伝えたいのかな。紀子様は障害者を多数雇用する企業を訪れてベトナム語の手話で交流したと。紀子さんはありがとうを意味する投げキスの手話を披露。側近によると紀子様は事前にベトナム語の手話をオンラインで熱心に学んだと。確かに伝えたそうですよね。仮に同じようなことが行われた場合、記者さんがいて職員さんが寄ってくるんですね。紀子さんは事前にベトナム語の手話をオンラインで熱心に学んでいらっしゃったんですよ。障害者を多数雇用するような企業を訪れてベトナム語の手話で交流されたんですって言われたら書かざるを得ないですよね。あとはこれですね。側近によると、紀子様は爺と相談の上、体調に気をつけながら年末年始の諸行事に臨まれていたものの、特にここ数日胃腸の症状が強く出ていて通常通りの食事が取れないと。やっぱり側近によりますそうなんですね。朝新聞と産経新聞が同じようなこと書いてますから、同じように近づいてきたんでしょうね。紀子さんが伝えたいところはそこなんだろうなと。これから側近によりますとっていう表現が一番伝えたいことなのかもしれませんね。まあ、ラッキー問題かもしれません。側近によりますとがあると、これが秋篠宮伝えたいことなんだと。見てこも同じようなことしてるでしょ。こういうふうに他人の口を使うわけですね。いい記事がありました。見てこさんに対する批判の記事です。正直に言いますと、私は現役記者当時から前天皇夫妻、上皇上皇后です、好意的に見ることができませんでしたと。他人の口を介した報道で世の共感を得る、何度となく繰り返されたやり方だと思っていますと。こういうことがまかり通ってきたんでしょうね。上杉隆さんが書かれた、ジャーナリズム崩壊という本、罰則付き報道規制というものがありました。斉藤君が政治になるまで各機関は自粛をしなさい、変な報道するなよと圧力を加えてるですね。もし破った場合は写真などは提供しないってなってくると、皇室報道はできなくなるんですね。圧力を加えてるんです、まあ、ですから宮内記者会は皇室報道を人質に取られてるわけです。上記に反する行為を行った報道機関に対して宮内庁は当分の間便宜供与を行わないとまで言っている。なお機関はそれぞれの違反行為の内容、取材の態度等を監視、宮内庁が定める。これが公権力と報道機関のやり取りだと思うと嫌になってくる。宮内庁は言わずもがな、こうした縛りに対してなぜマスコミは黙っているのか、これでは国民を欺く談合そのものではないか。日頃企業や組織のそうした不正を断求している報道機関がこうした行為を黙認しているのが信じがたい。大体違反行為とは、ね、何という高慢な物言いだろうが、広辞苑によれば違反とは命令、規則、約束などを守らずそれに背くこととある。一体いつから記者クラブは行政の下部組織に位置し命令を受ける立場になったんだろうか。この時代にあって宮内庁は情報公開の重要性というものを少しも理解していないようだと。宮内庁は外務省から来たり警察庁から甘くなってきたり見下す感じはあるかもしれませんね。隠蔽すればそれで仕事は終わりだという態度から抜けられない共犯関係にある記者クラブ、宮内記者会は同罪である。旧大以前とした宮内庁の職員は外務省、文部科学省などからの出向者で固められていると。何より宮中に足を踏み入れられる仕事を個人的な特権と勘違いし、他者を見下すことに、まあ、慣れてしまっているんだろうと。違反行為ってそういう言い方ですもんね。記者に対し命令してるわけですよ。ありえないですよね。
ってやってはいけないことですから、メディアは権力を監視する役割があるわけですよ。ですけど、圧力を加えてしまうと公権力の監視にはなり得ないですよ。本当にジャーナリズム崩壊だなと思うんですけど、国民が信頼の情を寄せているのは公室であるのに、自らもその一部であるかのように振る舞うと、それが重なって役人として国民に従っている気持ちをすっかり忘れてしまっているんであろうと。だが深刻なのは、こうした宮内庁の職員たちよりも彼らからの命令に黙々と従っている報道機関の方であると。最初、宮内記者会に配属された記者たちはこうした報道再生への疑念を持っていると。若いとそうなるんですけど、どんどん諦めるらしいんですよね。だからデルトーさんすごいんですよ。今できる最善のやり方でやってらっしゃるじゃないですか。だがしばらくするとそれが諦めに変わって、次第に恫喝が支配するようになると。しかしながらメディアジャーナリズムを選んだ以上、それに甘んじてはいけないと思いますけど。そして最後には宮内庁職員と同じ位置に立って天として恥じない記者が出来上がると結局職員がわざわざ伝えに来たことをそのまま書いてるわけじゃないですか。見事アピールをし、残念ながら外れてるわけですね。こういう工作が決定的にバレてしまったな。まあ女性自身の謀反ですかね。素晴らしいですね。だから側近によりますと注意した方がいいかもしれませんね。以上です。それでは皆様ご一緒に近いお疲れ様でした。ありがとうございました。なるほどなるほどね。うん。